現在、ロシア軍によって国土を占領されているウクライナ軍が反転攻勢に転じていることが伝えられているよね。そんな中、2023年6月11日にウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州の南部にある、ブラホダトネと呼ばれている集落を奪還して解放したことをウクライナ軍が発表したぜ。さらにこの集落を解放した部隊の兵士が、集落にあるとされる破壊された建物にウクライナ国旗を掲げる様子を撮影した動画も公開されているね。さて今回はそんなウクライナ軍が反攻開始後、初めて集落を奪還したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナのゼレンスキー大統領が、ウクライナ軍が反転攻勢作戦を開始して進行中であることを10日に明らかにしていたんだけど、それ以降に占領された集落を奪還したことを発表したのは初めてのことで、ゼレンスキー大統領は集落を解放したことについて、反転攻勢作戦において最初に報告された成果であると見ていると述べたよ。またロシアのお雷軍事メディアが、ウクライナ軍が南部ザポリージャ州の集落も奪還した模様であると伝えていて、ロシア軍が強固に構築したとされている防御ラインを突破しつつある可能性が高いと見られているね。ウクライナ軍がドネツク州やザポリージャ州において反転攻勢に出ているのかどうかについては、6月に入ってからロシア軍が盛んにウクライナ軍の攻撃を撃退したとの発表を発信していたことからすでに始まっているとする見方が出ていたな。ロシア国防省ではウクライナ軍による反転攻勢が始まったとして、6月4日にウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南部においてウクライナ軍が攻撃を仕掛けてきたことを主張していて、コナシェンコフ報道官が4日にウクライナ軍がドネツク州の南西部からザポリージャ州北東部のノボダロフカの周辺などにかけて5カ所で攻撃を仕掛け、2個機械化旅団の戦力による大規模な攻撃であったが、現地の防衛を担当していたロシア軍部隊が、前線を突破しようとしたウクライナ軍の機械化歩兵部隊6個大隊と2個戦車大隊に対して損害を与えたとして発表していたんだ。同国防省では、最初の戦闘においてウクライナ兵250人以上を殺害して、戦車を16両破壊したほか、歩兵戦闘車3両、装甲戦闘車両21両を破壊して損失を与えて撃退したと発表したことに続いて、SNS のテレグラムにおいてロシア軍は、ウクライナ軍がドイツなどの北大西洋条約機構 NATO から供与された主力戦車レオパルト8両を含む戦車28両と、フランスから供与された歩兵戦闘車 AMX13 両を含む装甲戦闘車109両を破壊したと主張する内容の投稿を実施して戦果を誇っていたよ。さらに6日になってロシアのショイグ国防相が、過去3日間の戦闘によって、ウクライナ軍がそれまで開始することを公言していた反転攻勢を開始したと見られるが、ロシア軍の反撃によってこれまでにウクライナ軍兵士3715人殺害し、戦車を52両と装甲車両207両を破壊したほか、ウクライナ空軍の戦闘機5機を撃墜したとして、反転攻勢を目論んで攻めてきたウクライナ軍は、大損害を出して目標を達成することができなかったと述べ、自分の損害については我が軍の損害は戦死者71名、負傷者210名と戦車15両の損失であったとしてロシア軍の損害は軽微で、戦線を維持していることを強調しているぜ。このようにロシア国防省からは毎日のように攻撃を仕掛けてきたウクライナ軍を撃退したとして兵員と装備、特に戦車を破壊した数を中心に大きな数字を公表しており、インターネット上では最前線の兵士が誤認した戦果を鵜呑みにして、それらを精査することもなくただひたすらにカウントして公表していると見られるとして、ロシア軍による大本営発表だと揶揄されるなど、その数字における信憑性が疑われているみたい。完全に馬鹿にされちゃってるね。ドネツク州においては、南部の他にこれまで激戦が展開されていることが伝えられていたバフムート周辺でもウクライナ軍が攻勢を強めているとの情報があり、反転攻勢作戦が開始された可能性はあるものの、バフムートでは、これまで半年以上もの長い間攻撃を継続してきたワグネルの戦闘部隊が撤退して練度が低いロシア正規軍と交代していると見られることから、
それまで同志を守備していたウクライナ軍防衛部隊が予備戦力を補充して攻勢に出た可能性が指摘され、今回ロシア国防省が撃退したとしているドネツク州南部においても、西側から供与された戦車や装甲戦闘車両によって新編成された機械化旅団ではなく、もともとそこに展開されていた部隊が戦線におけるロシア軍の弱点などを調査するための威力偵察のような意味合いの攻撃であった可能性が高いのではないかと見られていたよ。その状況下でロシアのプーチン大統領が9日にウクライナ軍の反転攻勢が始まったと確信できる情報があるとしてそれが開始されたことと、5日間激しい戦闘が続いているが、ウクライナ軍はどこにおいても成果を得られていないと言及したことに対して、ゼレンスキー大統領が10日にキーウを訪問していたカナダのトルドー首相との会談を報告するための共同記者会見において、ウクライナ軍が反転攻勢に着手していることを認めた一方、作戦の進捗状況やどの段階にあるかなど詳細については話すつもりはないとしていたんだ。西側諸国の当局関係ではイギリス国防省もまた、ウクライナ軍がドネツク州などの一部の地域で前進していて、ロシア軍の最初の防衛線を突破したようだとの分析を公表しているな。11日にはウクライナのマヤル国防次官が、ドネツク州で集落2カ所をロシア軍の占領から解放したと SNS に投稿していて、それによるとバフムート方面でウクライナ軍が攻撃を続けており、11日までに250メートル以上前進したほか、南部では2方面で300メートルから1500メートルほど前進したとした上で、ドネツク州内のブラホダトネとマカリウカの2カ所がウクライナ軍の手で奪還されて解放されたと述べたね。ウクライナ軍からも発表があったブラホダトネは、ドネツク州とザポリージャ州との境界に位置する集落で、ロシア軍ではウクライナ軍が反転攻勢を仕掛ける可能性が高いとして最も警戒していた地域にある集落だぜ。奪還作戦に当たったウクライナ軍の部隊が SNS に上げた投稿では、侵略者は最後まで抵抗したが、激しい攻撃に持ちこたえられなかったとされていて、さらにロシア軍兵士6人を捕らえたことも書かれているよね。ドンバス州南部では次第にウクライナ側から集落奪還などの戦果が挙げられて報道されるようになっており、ロシア側からの戦果発表は次第に影を潜めている中で発表されたイギリス国防省からの情報によると、ロシア軍の一部の部隊は堅実な防御によってウクライナ軍の進撃を食い止めているものの、突破された地域の部隊は無秩序に撤退しているとされ、それらの中には味方が設置した地雷原に迷い込んでしまい死傷者を出している部隊もあるというよ。このおよそまともな軍隊がすることとは思えない集体について確認する証拠はないものの、ロシア軍の士気が低いことはこの侵略戦争が開始された当初から指摘されていたことであり、昨年9月の部分的動員令によって招集された予備役兵士の士気がさらに低いことも明らかとなっている現状において、一度どこかの防衛線が破られて部隊が退却することで、ドミノ倒しのように戦線が崩壊することが指摘されており、昨年8月から9月にかけて北東部のハルキウ州でウクライナ軍が反転攻勢を仕掛けた時のように、戦車も装甲車も弾薬燃料も食料までも放棄して全軍が逃げ去ったような戦死に残る階層が、ロシア軍に再び起こる可能性が高いとの見方が広がり始めているね。また、ロシア軍がドニプロ川のカホフカ水力発電所のダムを破壊したことについて、現地のロシア軍部隊が、ウクライナ軍の反転攻勢が始まったとの情報からパニックとなって実施したとの情報もあることから、すでに本国からの指令が届かない状況に陥っている可能性があるとする見方もあり、1年半近くに及んだこの侵略戦争が大きな転機を迎えようとしているとの声も囁かれ始めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。